指定系とは、大気の昇降率、または、光透過率を測定し、指定を測るために用いる器具。指定測定に用いるものを、指定系、その他の用途に用いるものを、透過率系といって呼び分けるが、原理は、ほとんど同じである。滑走路し距離を計測する、指定系透光器から、幅の狭いし、順化されたビームを発射し、大気中を通過後、減衰して、 受光器に到達したビームを測定する。測定する指定の種類により、直達式と散乱式の2種類に分けられる。透過率は光の波長に依存するが、一般的に可視光線の注意域に相当する550ナノメートルの光を用いる。これは計測結果を目視観測に近づける狙いがある。直達式は直線上に投光器と受光器を置き、 散乱光等を含めない直進した光のみを測定する。目視に近い結果が得られるが、投げ受光器の設置間隔が数百メートルと広い場所が必要となるため、設置が難しい場合がある。散乱式は投光器の発射した光の斜め前方や斜め後方に受光器を置き、散乱光反射光を測定する。 投げ受講器の設置間隔が短くて、済むので設置場所を選ばないという特徴がある。投げ受講器の位置関係の違いにより、雨粒、エアロゾル粒子などの大きさを測定して、指定障害の原因を分析する装置もあれば、直達式に近い値を得られる装置もある。指定系によって得られた指定は、気象光学距離という。WMO は2700系の白熱糖相当の ビームがの5%にまで減少する距離と定義している。空港においては飛行機の離着陸を判断する際に指定の情報が必要となる。主に景気侵入の際に必要な情報で滑走路指距離と呼ばれる。滑走路指距離を計測するための指定系は滑走路指距離計といい滑走路の片側に1から3セット程度設置される。ありがとうございます。